はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでトヨさんからご依頼です。はい、プリスティンですね。はい、懐かしいですね。まあ、2000年、あれ90年代あったかな、いや2000年代行ってからですよね。うん、まあ、バスケットの、まあ、ブランドっていう認識ですけどね、店長は。はい、ということで箱がでかいですね。うん、当初もなんか無駄にでかかったです。で、こうだんだんに入ってたような記憶があります。よいしょ。カードショップに納品しに行く段ボールがでかくて2往復ぐらいしたような気がします。昔多分こうなってたような気がするんだよな、あのハトサブレみたいな6パック?そうですね、6パック。はい、6トリパック、パックの中にパックが入ってる。ちょっとどうなんでしょうね。これでいいですよね。マグホに入ってるんですよね。あ、こうなってんだ。あー、で、マグホ枠が最初わかるんだ。お、シーツだ。ね、頑張ってますね、彼もね。これは、ハサミでやりましょう。またパック入ってんの?え?何これ？テープで留めてんの?これ、これトップスナウトかな?ね、まあ、あ、ちゃんと考えてるんだね。あ、こうなってんだ。帯形式だね。で、レギュラー、はい、デュランですね。だんだん良くなってきました。で、メドウズ。これ光ってる。リフラクターか、普通の。で、この中は何なんだ?またレギュラーだ。はい、カプレラさん。ケレニック。フレージャー。サンティロナ、ペラルタ、ライリー。で、これ?ん?インサートだね。はい。マックス・ケプラーさん。そっか。オート2枚。箱で3枚。ん ?2 オート、1オートメモラって書いてあったかな。確か。だから、2パック1ってサインか。なるほどね。これは色ついてる?はい。ルーキーじゃないか、ガルシアさん。これ金じゃない ?50 シリ。さっきのはここに?あ、ここにあるんだ。75シリ。これ通常かと思ってた。はい。パルサーだね、これね。パニーニさんのパルサーだね、これ。2回言いました。帯形式ね。まあアイデアとしてはね、でも必要ないような気がするけどなあ、色ついてる。ポージがリフで、お、ルーゲリック、これリフですね。で、ルーゲリックさんがゴールドですね。デトマーツ、クリーブラーブレイユ、アルトゥーベ、テッドウィリアムス、ヤツで、インサートですかね、ヘイズですね。
バブリーって感じですね。まあ懐かしいですね。お、サインだ。ジェイクバーガー。はい。これも結局結構売ってますからね。まあルーキーオブザイヤーの候補の一角。ね、トップ5にはなってると思いますよ。テオスカーですね。これいるかな。ね、まあ、うん、面白いですけどね。はい、ローさんがパープル。救急。マグホ枠からサインが、パックからも出るんですかね。トム・シーバー、マンチーニ、レンドン、バクストン、コントレさん、マチャド、お、インサート?はい、レジー・ジャクソン。久しぶりだな。ピュア・パワー。カードで見たのが久しぶりですね。またバーガーはい、今度ベース。サインとは写真が違うんですね。こっちパルサーになってますね、光り方が。シリアルはないんですね。うん、よいしょ。ホワイトソックスももうちょっとこうねかなーと思ったんですけど、デトロイトとかもそうでもないですね。厳しいですね。マチャドのリフが上にあって、これ関係ないですね。上がベースで下がリフとか、関係ないですね。上下とも光ってます。はい。メイソン・トンプソン。エドマルダ。バロ。フランク・トーマス。アロンソ、写真がいいですね。マニュエル・ロドリゲス。お、イチローさんのインサートですね。はい。うん、いいですね、デザインね。はい。じゃあ、あと、これサインサインですかね。マグホ枠で1枚しか出てないんで。お、マッティングリーだ。あ、サインだ。おー、ドン・マッティングリーのサイン来ました。50シリ。はい。いいっすね。バーガーとドン・マッティングリー。サイン、サイン、オートジャージ。オートレリック?オールスターのあれなんだね、写真。ハイナンバーとかあるのかな。ヨバルディね。あ、サインだ。はい、ポール・デ・ヨング。あ、ここから出んの?いいのこれ。ねえ、帯で挟んじゃっていいの?ねえ。はあ、なるほど、ユニークですね。日本でこの形式でサインカードを入れたら絶対炎上するよね。半端ない炎上するんじゃないの。サインカードを帯で挟むなとかね。
はい、ということで、サインはとりあえず3枚出ました。うん。マーティングリーですね。このトップ戦の、この、くさくさってこう、かなりな高温で封してると思うんですけど。あ、まあ、サイン出たよ。え？あ、サイン 3？ え？ 2 オート、1オートグラフレリックってなってますよね。バーガーさんでしょ？マーティングリーさんでしょ？デヨングさんでしょ？ラミレスさん。4枚出ましたね。こういう場合もあるのかな？まだワンボックス目なんですね。まあ、多い場合はね。あ、オレンジが見えます。リアム・ヘンドリックスと、レンドン。はい。25シリですね、16番。もう店長がね、店長はあのアメフトはまあレイブンスという球団のファンなんですけど、ジョー・フラッコ、まあね、スーパーボール勝ちましたよ。ジョー・フラッコさんと契約延長して長期契約。ダメ絶対それはっていう、はい。ね、ちょっとレンドンさんも怪我がなければと思うんですけど、なんかどうなのかなっていうところはね。この国旗が2枚目かな、さっき一郎さんですね。はい、ということで1箱目終わりました。サインが4枚出ました。マーティングリスさんもいいし、まあホセラミもね、覚醒中ですから、はい、開眼したのかなっていうバッティングですね。うまいんですよね、体の流し方が。三振がすごい少なくなってるんじゃないですか。泳ぎながらのバッティングがすごい。トニー・グインさんっぽくて。よいしょ。開眼したなぁと思いました。はい、2箱目。こっちでも4枚出たらどうなんですかね。ねえ、1枚多いだけでだいぶ違うっしょ。はい。なんちゃらパワーに3入ってる。コントレさん。はい、ピュアパワーか。へえ。はい、とりあえず1枚目サインきました。雨がすごい降ってきたな。はい、リッキー・ヘンダーソンさん。お、横型だ。オートジャージ？オートジャージだ。はい、ヘイダーですね。すごいボール投げますね。うん、あ、99シリ、あれ？さっきのディオングは、あ、これ通常だね。リフが通常だ。で、パルサーだ。なるほど。はい。バーランダーにシャーバー、JD、マルケスさん、スデューク、バーデューク、ホセラミ。サイン2枚目ですね。コンスタントに出てくれるとまた4枚ぐらいいくんじゃないですか。こういう出方もあるんだね。どうなんだろうね。
投げてる。ルーキーだ。またサイン。カエル・ミューラーさん。うん。シリアルないですね。え、もうサイン3枚出ちゃった。多く入ってるの？店長知らないだけだ。一応箱には2オート、1オートメモラー。まあ、サインカードに、あ、ゲレーロ来ました。ね、サインカードは3枚入りということになってますけど。いや、これきっちりなってんな。よいしょ。多少ずらして貼ってくれるといいんですけどね。はい、ゲレーロのリフですね。で、クリブラのパープル。この後何も出ないで、この全パック終了する？その可能性もなくはないけど、ハーパー、グレイ、メリフィールド、ペラルタ、ビーバーさん。あ、ワンダーのこのインサートいいんじゃないですか。うん。ねえ。はい。ワンダさん、ヒロ？はい。ぐちゃぐちゃってなっててね、熱でね。色ついてる。横型？あ、じゃないわ。チッパーだ。はい。横型かと思った。サイン？ね、横なんですね。50シリ。チッパージョーンズ。あと1枚でもサイン出ればね。もう1、2枚来てもおかしくないような感じになるかもしれない。たまたまサインを3連続引いちゃっただけなのか、どうなのか。色ついてますね。カステラさんの下。金がよく出ますね。パケットさんもいるんだ。はい。パケットさんもね、心筋梗塞で亡くなっちゃったのかな。結構ちょっとこうがっちりなね、体型してますけど、引退した後、本当もうちょっとこう、うん、健康診断引っかかるような、体型になってしまって、大丈夫かなと思ったら、やっぱり、その2、3年後ぐらいにお亡くなりになってしまって。よいしょ。すごい食べるのが好きな方だったらしいんですよね。当時、記事で見てて。太っちゃうんだよね、みたいなことを。自分でもコメントしてて。はい、アロザレナ。ちょっとクチュクチュすぎましたね、これね。ここまでガッチリやらなくていいような気がします。はい、サイン来てくんないかな。アダム・フレジャーですね。75。よいしょ。これ前パックだったっけ？なんか箱っぽかった。あれ違うか。うん、なんかね、店長もどこだこれ。あ、ここだ。もうこの当時はもうオロスしかやってなかったんで、野球に関しては。ブランド的にはわかるんですけど、中がどうのこうのっていうのはほとんどわかんないですね。もうケースで納品して、あ、じゃあねーっていう感じだったんで。はい。ジャッジですね。
国旗のカブレラさん、ね、WBC 出るかな、切った方が早い。やっぱ前半に引いちゃってんのかな、どうなんですかね。はい、カンデラリオ、うん、パルサーですね。パルサー知りやんないんだね。サミソさん、よいしょ、下はサンチェスさん、うん、インディア、あ、ビールさんね、トランメルさん、ブレッドさん、ウォルシュ、クルー、はい、国旗のペドロ、で、最後ですね。やっぱり初めにサインを引いてしまってただけなのかね、これね、コントレさん、パルサ、シャーザーですね。これも普通のパルサーですね。はい。基本的にサインはマグホってことですか。で、オートジャージは、あ、でも、選手次第で孫法になったりするのかな、オートジャージとかもね。ポランコとオルソン、これでサイン出てくれるといいんですけどね。まあオートジャージももう出ちゃってますからね。デヨング、ソットさん、ボガーツさん、ハニガー、カイロルイス、あ、これピュアか。お、ブライス・ハーパーだ。ピュアパワー。うん、はい。ということで、2箱目はまあ、これが出たんでね、これもまあ出にくいでしょう、多分、うん。で、サインは3枚でした。1箱目がね、サイン4だったので、おまけなんですかね、レギュラーが足りなくなっちゃった。はい、じゃあ発送待機なしということで、こちらで今日お送りいたします。はい、またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。